だからやっぱりね、岳さんは勉強の天才なんですけど、一流の方が周りに寄ってくるっていう、そこを変えるのは私だったんですよやっぱりね、あの人すごいなと思うのが、誰かわからないんだけど、スタッフか通りすがりの人かわかんないけど、もう90度毎回ありがとうございます、よろしくお願いしますとかやるのよ。Ladies and gentlemen, welcome to North Village。頭皮を柔らかくするみたいな話とかもハマると、もうシャワーヘッドとか海外に行くのも全部それ持ってってるって、つまりホテルのシャワーヘッド変えてるわけでしょ。いやそうね、すごいよね、徹底してますよもう全てが。岳さんの頭皮を抜き打ちでちょっと触るとグニャングニャンに柔らかいの。すごいよね、ビヨーンって伸びたりとかするぐらい。ここまでやる、柔らかい方がはげないみたいな。はげないって言ってた。そう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 、だからマッサージをもう30分ぐらいかけて、でそのシャワーでシャンプーとかが余計な油を取っちゃうから、水でね塩素がないものでしっかりやればいいみたいな。そういうのも自分で調べてあれしてるわけでしょ。調べたり、でもその時もやっぱりきっかけがあって、ミラブルっていうサイエンスって会社があるんですけど、僕も一緒にいて、サイエンスの青山会長って方がいて、技術者とかも会食にいて、直に青山会長の思いだったりとか開発者の意図だったりとかを聞けて、娘さんが結構肌が敏感で、やっぱりマンションのシャワーとかって絶対塩素が入ってんの、運ぶまでに絶対塩素を入れなくちゃいけない。でそっから抜くのは別にいいんだけど、運ぶまでにはやっぱり水道をやるために塩素が必要で、やっぱそれに敏感に反応しちゃう子だったみたいで、その時に潜水艦の泡を消す技術、ステルスのために泡を消すスクリューの技術っていうのがあるみたいなんですよ。それを研究してる方がいて、その技術を応用してシャワーヘッドとか、そういうのに応用できないかとっていうのがミラブルのシャワーヘッドに使われていて、だからもう本当にブワーって回転するのに一切泡出ないみたいな。じゃあもうその潜水艦のスクリューと同じ構造、その時にマイクロの泡とかが、マイクロバブルっていうのが出て、それがもう吸収率がすごいいいとか、そのまでに塩素を消す技術があったりとかすると、無駄な油とかを落とさないで、肌に使える化粧水みたいな感じで日常的に使ってもらって、娘さんもそれだったら大丈夫っていうので商品化したみたいな思いとか聞いて、そういう熱い思いがあったりとか、クリエイティブのでその技術とかを聞くとやっぱりうわーってなるじゃないですか、俺は。でそれでさらにいろんな研究をして、岳さんが、じゃあこれはどうなんですか、頭いいから質問がバンバン出てくるわけですよ。そうすると、まあ、知識がねいて、多方面からねこれはこうだよとかいろんな話があって、だからやっぱりね、岳さんは勉強の天才なんですけど、一流の方が周りに寄ってくるっていう、だから一流の情報がね、ポーカーとかもだって周りって ね日本で言えばトップクラスしかないじゃないですか。あーそっか、そ飲み会とかも、メンツすごいよね。なんかこの前の飲み会とかも、俺でも知ってる人たちがいっぱいいて、岳さんに、この日空いてるか、空いてます、この日食事会やるから来るかって、ああぜひって言ったら、そしたらマネージャーの方からしばらくして、洋平さんその日、洋平さん以外みんなロックスターですけど大丈夫ですか、みたいなこと言われて、あそうなんだと思って行ったら、ルナシーとか、ソフィアとか、チューブゴールデンボンバーとか、紅白見てないか分かんないけど、紅白にみんな出てそうみたいな、サフィを知らないぐらいですからね。そうですごいなと思ったのが、上下関係、なんかもうほらだんだん、昔みたいな体育会系の上下関係ってあんま見ないじゃん、めちゃめちゃ上下関係がみんな楽しんではいるんだけども、誰も帰ろうとしないの。で例えばその前の食事会の時に蕎麦屋に行ったの、岳さんのお気に入りの蕎麦屋のところに行ったら、ゴールデンボンバーの子と、あともう一人ボーカルの子がいて、岳さんがいて、で蕎麦屋でだよ、蕎麦屋ってさ、パッと行って蕎麦食べて、言ったら30分1時間で食事終わるじゃん、食事5時間ぐらい、蕎麦屋の食事が5時間で、誰もじゃあそろそろ帰りましょうとか言わない、まあちょっとその蕎麦屋特殊だったんだけど、はい、4人で岳さんが出してくださったんだけど40万ぐらいしたそれね、どこですね、そうそうそう、高っと思って、 で6時ぐらいからスタートしたのに、蕎麦食べ終わったのに12時ぐらいになってて、なんかと思って、蕎麦解析だけどさらにね、トークが入るんで、
で、いわゆる学生の後輩の人たちとかも、はい、ずっと集中状態、緊張感を5時間保つの。ガクさんがなんかちょっと話して間が空いたと思ったら、例えばその桐生さん、はいはい、桐生翔君、うん、はい、とかがスッと、はい、8年前の何々のインタビューでガクさん何々っておっしゃってたと思うんですけど、これは広告でこういうことだったんですね、はい、みたいな話をもう本当食べ始めてから4時間経ったタイミングとかでもいつでもどの引き出しでも出す準備をして、ね、なんていうの、早押しクイズみたいな、もうだから信者だよね、すごい。でそれがその後のその飲み会、うんうん、ロックスター飲み会の時は全員その状態なんだけど、うん、その場にはガクトさんの先輩とかもいるわけじゃん、うんうんうん、だからそうするとガクトさんも自分から帰ろうとは言わないわけ、はい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 、でもあのガクトさんじゃん、さすがにすごい忙しいスケジュールの中だったから、はいはい、そろそろさすがにガクトさん帰ろうとか言うかなと思ったら、うんうん、その中の先輩の方が次ちょっと二次会行くかとかって言ったら、はいはい、行くの、うん、で行った先でも、じゃあ僕はそろそろ帰るよとかガクさん言いそうなのに言わない、はいはい、で他の人たちはもうみんなこう早押しクイズの感じでいつでも対応できるような、だからね、すごい世界だな。そこを変えるのが私だったんですよだから怒られるんですよこれそこを変えるのが私なんですよ、うん、でもその飲み会の中で一人異色で面白かったのはその岸田の翔さん、はい、なんかたまたま同じテーブルで、はい、翔さんって俺よりも年上なんだけど、ホスピタリティがいわゆる昭和の怖い不良の感じも残したまま、はいはいはい、そのテーブルはちゃんと盛り上げ続けなきゃいけないという、なるほどね、そのサービス精神。翔さんが企画してる岸田万博っていうのに、うん、一度出させていただいたんですけど、うん、やっぱりね、あの人すごいなと思うのが、うん、誰かわからないんだけど、スタッフか通りすがりの人かわかんないけど、もう90度毎回、ありがとうございますよろしくお願いしますとかやるのよ、うん、岸田なんてもうトップアーティストなのに、うん、いちいち全員にそれやったり、うん、端から端までの人にそれやるから、うん、この人ってすごいなと思って、いやすごかった。なんかあの人ほら木更津でしょ、うん、まあ厳密に機密なのかな、わかんないけど、うん、で俺海外から日本に高校の年に戻った時に、うん、木更津の寮に住んだの、うん、でそこがちょっとお坊ちゃんの学校で、うん、普段寮にいなきゃいけないんだけど、うん、月に1回ぐらい下界に降りるっていうんで、はいはい、駅の方行くとみんなカツアゲされるのねでそのカツアゲしてた学校の人たちが翔さんたちで、うんうん、っていう、まあ、要は微妙なそういうね、時効なのか分かんないよね、狩る側狩られる側みたいな立ち位置にいるんだけど、うん、その二次会のとこでも俺とかをいわゆるソファー側の方に座らせようとしてくるから、うんうんうん、いやいや翔さんあっち座ってくださいって言ったら、うん、いやいやいやみたいな感じで、うん、もう断れない感じで座らして、で途中でちょこちょこ他の人もいた時に、うん、いわゆる椅子が足りなくなって、はいはい、でも翔さん座ってる感じだと思ったら、うん、エアー椅子にずっと、もうずっとこのでねみたいな感じでこう喋っててすげえなーと思って、いやあの人はねすごいですよ、人間力というかね、すごく人としての魅力が、俺もちょっとしかお会いしたことないけど、うん、それでもあの人ってすごいなって覚えてるから、でその時にたまたまね、そこのお店の人が気を利かしてくれたのか何なのか、いわゆる飲む場に来るような女性の人を呼んでくれた、うんうん、でたまたま僕らのところに着いた女の人がちょっと変わった子で、うん、私つまんないと思ったら普通とっとと帰るんだけど、うん、まあ翔さんがねいろいろ喋ってくる、うん、今日は面白いからずっと残ってるんだみたいなことを言って、うん、俺とかはえこいつ何言ってんだ、うん、と思ったら、翔さんとかはいや本当僕らなんかのためにありがとうございますってもう90度頭下げるみたいなみたいな、やっぱりねすごいですよ、プロですよ。そうで、そのロックスター飲み会、うん、一番上の先輩が帰るというまで、はい、誰も帰ろうと言わない中で、さすがにもう長くないかって、うん、俺とか思っちゃうわけで、そわそわしてて、でこれ永遠と続いちゃうぞと思っていたら、その大先輩の人が別に帰ろうみたいな流れを作ってない中で、多分翔さんがその空気を察したのかどういうことなのかわからないけど、スーッと僕らはもうその席にいないで、トイレの周りとかでベイプを吸いながら立ち話をしたの。そしたら翔さんがスーッと僕らのとこ来て、もうみんな帰っていいよ、あとは僕が残るからみたいな感じで、あいやいやそんなこと、うん、全然全然楽しんでますよ、いや本当に大丈夫だからって言って、うん、そのままその先輩たちがいる席にね
戻ってったの、うん、もうアルマゲドンで死ぬと分かって言いながらその星に行く、うん、ブルース・ウィリスそのものに見えてかっこいいよね。めっちゃかっこよかった。かっこいいよね。だからちゃんと空気読んで、うん、それはもう俺がやるから。そうすごい。いやあれはなんか翔さんの曲なんか俺んとこ来ないかみたいな、いあれとかがもう行きますみたいな、こうかっこいい。やっぱり憧れる先輩の法則を知ってますよね。ナチュラルにあれなのか、ね、努力してあれなのかわかんないですけど、あの人はほら水商売でも結果出してる人でしょ、うんうんうでね、だからがっつり水商売もやってるから、うん、木更津の不良の感じと水商売のそういうとことんそういうケアするみたいなのがミックスしてて結構最強で、この人を嫌いになる人いないんじゃないかなっていう。いやそうだよね、うん、俺もすごいなと感動した覚えが、うん、やっぱりでもさ何でもその芸の道でもさ極めた人ってやっぱすごい人多いよね、うん、まあ、特に今なんてね人が良くなければなかなかさ生き残っていけない時代ですからね。昔なんかねオラーみたいなさ、うん、利権が幅を利かすみたいなのがよくあったけど、うん、そうも言ってらんない時代になってきちゃったから、うん、あじゃあさ、まあ、じゃあさこのね、うん、ダラダラの喋るこの YouTube のを、うんうん、次回からちょっとゲストを招く、うんで俺レギュラーだろ。そうだよそうだよ。何言ってこれあれだからね、ヘイヘイヘイみたいなもんだからねあの次回の一発目のゲストを岸田の翔さんに。豪華だなこの番組。お願いしてみようよ。いや全然いいです。どっちからお願いするんだけど。いやいや俺ブッキングもやるのじゃあ順番にブッキングしよう順番に、うん、順番にね。いやいやいや、なんか役割分担なんか当たり前みたいになってるけどそうそうそう。で俺ゲストじゃないので、ゲスト挟んでシーシェ吸いながら話を聞く。いやいいですよ、うん、いいですけど絶対おもろい。 あのうちのアイドルの年間スポンサーえノースブリッジでちょっとやっていただかないとさすがにちょっとブツブツ交換だから僕もあのアイドルのスポンサーになれるぐらいになるまでちょっと10年かけて頑張って頑張ろうと思いますだってさアイドルのね、うん、服の背中にね C 社のマークとかあったらやばいでしょ。いやいやお前知ってんなみたいな。うちのメンバー C 社大好きって言ってる人公演してる人いますから大丈夫です。ダメでしょ。アイドルですアイドルなのに好きなのヒップホップと C 社って言ってる子いますからダメでしょそんなの。大丈夫です。こんなもん知っちゃう。大丈夫です。もうラブリー C 社作ろう可愛いポスター作らせてガクトさんもいる中でこの3人で話すときどんな空気になるのか、うん、要はどっちに矛先が行くのかもちょっと楽しみじゃない。いや俺の悪口で終わるでしょ9割こんなさいっぱい知り合いんだからさノースビレッジフェスやんなさいよ。これは無謀でバカで果敢な若造の真実の物語である。突如目の前に現れた謎の男キング。わがまま純度 100% のもう一人の自分キングに教わった全能の魔法。諦めることを諦め、あるがままわがままに。中学生にして南米一のサッカーチームの選手一人ずつに飛び込み挑戦状を叩きつけ、スター選手たちとガチ対決。伝説の人を地方へとヒッチハイクと自転車で放浪の旅に出たい。落ち込む高校時代5割の集中力を使い、半年で全国上位の成績アンド受験勉強終了。その結果見事一流大学に合格し、エリートサラリーマンドを突破するが、ちょっと待って、子供の頃の憧れ、描いた夢、挑むことなくいつの間にか無自覚にスルーしてないか。一度描いた夢に落とし前をつけてやる。ボクシング現役世界王者に挑戦状を叩きつけ、結果ボコボコのフルボコ。そして若造は気づく、格好悪くても負けたとしても俺は俺という物語の主人公なんだ。それなら自伝になるような物語を生きてやる。若造は無謀な挑戦を続け、念願の自伝を出版。今期国立自伝中心の出版社を立ち上げ、アジトとなる新社カフェをマチュピチュ含め世界中に30店舗オープン。全米でも英語版の自伝を出版。今もなお遊びの仕事に愛と自由の冒険を続けている。これは人生を自伝全7巻になるように生きようとしている果敢でバカな若造の物語。全ての夢を叶えるべく諦めることを諦めろ。私と漫画が融合したストーリー自体の新感覚自己啓発書、ガタと傭兵長悪あがき重版決定。 Thanks so much for coming. Please go home safely. And don't forget to always walk on the wild side.